ステレオガムはアメリカの MP3 ブログ音楽情報ウェブサイトである。最初の MP3 ブログの一つとして知られており、現在は複合的な音楽情報を扱うウェブサイトを展開している。ウェビー賞をはじめ数々のブロガー賞やウェブアワードで表彰されている。2002年1月アメリカでスコット・ラープティンにより MP3 ブログとしてスタートした。 2006年、ザパイロットグループより資金供給を受け拡大を続け、2007年11月にバズメディアに売却される。2008年4月には映像コンテンツを扱う姉妹サイトビデオガムを設立した。現在ステレオガムは一般的な音楽メディアと同じように複合的な音楽情報を扱うウェブサイトを展開している。2016年に ハリウッドリポーター、ビルボードメディアグループに買収されたが、2019年に、設立者のスコット・ラープティンが買い戻し、独立メディアに復帰した。ステレオガムは年間のベストアルバムを、ランキングで発表している。以前は、グミアワードと称して、読者投票による、様々なイヤーエンドリストを公開していたが、現在は行っていない。ステレオガム、S ベストアルバムオブザイヤー。 ありがとうございます。